バート・ホムブルク・フォア、デアヘイは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属すホーホタウヌス軍の市で、ある。本市は、同軍の軍庁所在地であり、ヘッセン州に7つある、特別市の一つである。バート・ホムブルクは、当時場であると同時に、ヘッセン地方発展プランにより、中規模中心に指定されている。本市は、 シャンパンの空気と伝統をモットーに保養地並びに会議都市としてアピールしている。人口約5万3000人のバート・ホムブルク市は人口密集地域のラインマイン地方に位置しており、フランクフルト・アムマインと直接境を接している。バートの肩書きは1912年11月22日から使用されている。バート・ホムブルクは保養地として また、モンテカルロの母とも呼ばれるカジノで国際的に知られている。さらに本市は、邸宅街を有する高級住宅地としても知られている。この保養地は、他のタウヌス地方の都市と同様に、フランクフルトで働く、特に高額収入の通勤者に人気の住宅地である。ホムブルクは、地元のものよりも外国人が多く働く企業の所在地でもある。本市は、 連邦保証庁の本部所在地であり、中央駅務、未解決財産問題連邦庁の司書がある。バート・ホムブルクは2012年に購買力インデックス156%と、ドイツ全体でトップクラスの値を示した。ホーホタウヌス軍で、これよりも高い値は、ケーニヒシュタインの191%、クローンベルクの179%であった。バート・ホムブルク氏は、 海抜137メートルから250メートルに位置しており、その中心部は194メートルである。バートホムブルクは、北は、ベールハイム及びフリードリヒスドルフ、東は、ロスバッハホアデアヘイエお及びカルベン、南は、軍独立市のフランクフルトアムマイン、南西は、オーバーウルゼル、西は、シュミッテン、北西は、ノイアンスパハと境を接している。 ホムブルク氏の名称は、ホーエンベルク城に由来する。大法話が、タウヌス山地の伝統的な名称で、現在の名称は18世紀になって、初めて用いられた。ホムブルク、現在のバーとホームブルク氏は1180年頃に、初めて文献で裏付けられている。考古学的調査は、同時期の集落の証拠を提示した。782年のロルシュ文書にある、 ビラ・タイドンハイムイコール・ダイティングハイムの記述が本詞のことであるとする説は疑わしい。1330年頃にホムブルクに都市権及び市場開催権が与えられたという説も該当する文章は存在せず決定的な証拠はない。皇帝ルートビヒ四世は1335年にエップシュタイン家に対してその所領にあたるホーンバーグの谷と城にも シュタインハイムやエップシュタインと同様1 0人ほどのユダヤ人が住むことを許可した。ルートビヒはこの2つの町のいずれにも都市圏を授けた。ホムブルクにもこれは適用され、15世紀にはホムブルクは死と呼ばれている。1655年出版のマテウス・メイリアンの同版画に描かれたホムブルク1486年にゴットフリート10世、フォミ・エプシュタインは白。 アムとホムブルク氏を1万9 0 0グルデンでハーナウミュンツェンベルク博フィリップ一世に売却した。ハーナウ家は1504年、1521年にランツフート継承戦争で敗者の陣営に参戦したためホムブルクを失い、再びヘッセン砲白領となった。フィリップ一世砲白の死後、ホムブルクはヘッセンダルムシュタット家の所領となり、1622年にその文系である ヘッセン・ホムブルク家のものとなった。1866年、ヘッセン・ホムブルク法白化の断絶によりその所領は、ヘッセン・ダルムシュタット大公に返還されたが、同年の広島戦争の結果プロイセン領となった。19世紀半ばから温泉業が起こり、カジノの建設により大いに利益を上げたことで、本市は、国際的に有名な温泉保養地に変貌していった。 バート・ホムブルクは1888年以降皇帝、ビルヘルム二世の夏の宮廷都市となった。ホレックスは1923年にフリッツ・クレーマンがバート・ホムブルクに設立したドイツのオートバイメーカーであった。バート・ホムブルクにはホレックス博物館が作られた。移転したホレックス工場の近くに160万ユーロを費やして建設された。 新しい建物が2012年9月にオープンした。第二次世界大戦末期の1945年3月30日に、バート・ホムブルクは、アメリカ軍第3軍に占領された。バート・ホムブルクの、クアハウス・バート・ホムブルクの温泉業は、特に第二次世界大戦後、特に戦時中に爆撃で甚大な損傷を受けた、クアハウスが再建されて、以後、力強い復興を遂げた。 高級ホテルは、軍政府に接収されていた。役所や行政機関の所在地となったことからも、本市の重要性がわかる。早くも1946年秋に、軍政府は、米英管理地区の役所の建設を命じたが、財務局の所在地は、バート・ホームブルクであった。1947年7月23日に、通貨改革のための準備を行う、米英管理地区の経済官長、 金融及び融資特別局が設けられ、ルートビヒアハルトがその長官に就任した。連邦共和国建設後は、シュトボンと共に、バートホムブルクにも連邦負債管理局が置かれた。この官庁は2002年に連邦有価証券管理局と改名され、2006年8月1日からドイツ金融庁の一部となった。これは、有価証券と、 連邦保障のための行政機関である。20世紀が進むにつれ、バート・ホムブルクは裕福なフランクフルトの家族に人気の住宅地となっていった。その人気はフランクフルトの戦争被害によって高まる傾向にあった。1989年11月30日、バート・ホムブルクでドイツ銀行頭取のアルフレート・ヘルハウゼンが爆死した。 テロリストが通過する社用車に火をつけたためであった。周辺村落の併合は、1901年に、キルドルフ、1937年に、ゴンツェンハイムに対して行われた。1971年12月31日、ヘッセン州の地域再編に伴って、オーバーイコールエシとドルンホルツハウゼンが、自由意思に基づき合併した。 1972年8月1日には、オーバーイコールエルレンバッハが法に基づき合併した。合併したマチソンドルンホルツハウゼン、オーバーイコールエシ、オーバーイコールエルレンバッハには、基本条例に基づき地区議会と、地区代表者を有する行政地区が設けられている。行政地区オーバーイコールエシと、オーバーイコールエルレンバッハとの協会は、かつての町村境が用いられている。 ドルンホルツハウゼン行政地区は、ドルンホルツハウゼン集落の他に、バート・ホムブルクと、キルドルフの連邦道 B456 号線異星が、含まれる。この町は、中世からすでに村を吸収して、中期模都市になった。この場合、単に住民が都市部に住み着いたため、村が放棄されたのであった。ホムブルクでは、合併以外でも、特にユグノー派が移住した時代に、 その東側に現在は、独立して新設されたフリードリヒスドルフやドルンホルズハウゼンの廃村地区に人が住むようになった。聖マリエン協会カトリック教会リムブルク司教区に属すのは、マインツ司教区に属すのが、救済者協会福音主義協会万礼、協会ロシア正教会自由協会シナゴーグ記念碑、ユダヤ教会、バートホムブルクには、中世後期から、 ユダヤ教会が存在していた。1639年に11人のユダヤ人がいたと記録されている。ユダヤ人の人数はその後著しく増加した。1803年には105家族、1925年頃のユダヤ教会には約400人の信者がいた。これはこの町の当時の人口約1万6000人の2.5%ほどにあたる。 ユダヤ教会は1938年の排斥運動でシナゴーグが破壊された後に解体され、1942年にバート・ホムブルクで最後のユダヤ人が追放された。2010年現在この町にはわずか数人のユダヤ人が住むだけである。エリーザベト通りの旧シナゴーグの場所は現在空き地となっており、遊戯広場として利用されている。 記念碑とブロンズ板がシナゴーグと国家社会主義の暴力によるユダヤ人犠牲者を忍ばせる。その他の宗教団体、バート・ホムブルク・フォア、デアヘイエ市長者、バート・ホムブルクの市議会は49議席で構成されている。バート・ホムブルクは軍独立主ではなく、はじめはオーバービュルガーマイスターは存在しなかった。定期的に城に住んだ皇帝ビルヘルム二世は、 1892年から市長に個人的な称号としてキテル・オーバービュルガーマイスターを授けた。訂正の終了後この称号は市長に与えられなかった。ゲオルク・エーバーラインは1945年以後、占領政府の命令に基づいて役職名として上級市長を名乗った。その後継者、カール・ホルンには州政府がこれを許可した。1979年以後は、 バート・ホムブルクが特別市となったため、すべての市長が上級市長の肩書きを公式に名乗っている。姉妹都市は以下の通りである、姉妹プロジェクト都市級姉妹都市1956年にアルジェリアのベジャイアとバート・ホムブルクフォア、デアヘイとの間の姉妹都市協定が締結された。これは当時アルジェリアとの間で唯一の姉妹都市協定であり、 わずか6件だけのドイツとアフリカとの姉妹都市協定の一つであった。1963年にベンベラが権力を掌握すると、この姉妹都市協定はアルジェリア側から撤回された。ベジャイア市長による姉妹都市協定最高の試みは1975年に頓挫した。フレゼニウス本社ドイツリージング本社バート・ホムブルクは平均を大きく上回る。 購買力インデックス156%を示している。この平均以上の住民購買力はバーとホムブルクの小売業にとって大変有利であり、わずかな部分が隣接するフランクフルトの小売業者へ流れる。内市街は政治的にも魅力のある街である。例えば市の周焉部にあるディスカウントマーケットが定住を促している。これは バート・ホムブルクの地域と境を接するフランクフルトのニーダー・エーシュバッハ地区やカルリー地区の産業地域の急速な拡大を招いている。バート・ホムブルクは生活の質が特別に高いと評価されており、このためこの町の地下は全ドイツ連邦中でも最高クラスにある。バート・ホムブルクには一連の企業がある。市外から本市に通勤する従業員は、 本市から市外に通勤するものよりも多い。市内には、アマデウス・ジャーマニー、バスラー保険、ブリジストン・ドイチュラント、デルトン、ドイチェ・リージング、フェリ・ファイナンス、フレゼニュース、ヒューレット・パッカード、エクゼティック、リリー・ドイチュラント、川崎・ガス・タービン・ヨーロッパ、ケービル、ライノタイプ、メダファルマ、ピブ・ドライブス、リングスパン、クバント・イコール・グループ、シザジーといった企業が拠点を置いている。 この他本市は、不正競争撲滅センター、奥ヘッセン、バートホムブルクカジノの所在地である。さらにタウヌス貯蓄銀行の本社もある。1855年から1876年まで、バートホムブルクは、銀行券発行銀行である、ホムブルク国有銀行の所在地でもあった。第二次世界大戦後は、連邦保証庁及び連邦負債管理局が、 バート・ホムブルクに本部を置いている。クアパルク内のカイザー・イコール・ビルヘルム・バート数多く存在する光線によって創設された保養産業は重要な経済ファクターとなっている。保養産業の中心が1982年から1984年に建設されたポストモダン主義のシンクアハウスである。伝統的なカイザー・イコール・ビルヘルム・バートはクアパルク・バート・ホムブルク内にある。 この公園は内市街の東端にペーター・ヨーゼフ・レンネの設計に基づいて造営された広さ44ヘクタールのイギリス式景観庭園である。この公園の下段部分は比較的多くの泉が密接に集まっているにもかかわらず場所によって異なるミネラル成分を含んでいることで知られている。一連の病院があらゆる種類の治療を提供している。 ホーホタウンス郡立のホーホタウンスクリニークの他に、ビッカークリニーク、クリニークビンゲルツベルク、クリニークドクトルバウムシタルク、パウルエーリヒクリニークなどがある。雇用産業の他に、本市やその周辺には、日帰りできる見どころがある、バートホームブルク駅、バートホームブルクは S バーンの S5 号線、ホムブルガー鉄道で、フランクフルトと結ばれている。バートホームブルク駅は、 この郡庁所在地とヒンタータウヌス地方の町を結ぶタウヌス鉄道の終点駅でもある。ただし主要な運行時刻にはフランクフルト中央駅まで直通運行を行っている。バートホムブルク駅は1907年にビルヘルム様式で建設された。バートホムブルクにはシバス路線網が存在している。この路線網は10本の昼間路線、6本の夕刻路線、 7本の通学路線を含んでいる。また週末には、フランクフルト、フリードリヒスドルフ、ウージンゲン、ノイアンスパハイキの夜行バス路線もある。バスは2009年1月1日から2015年12月31日まで、ミッテルヘッセン交通会社が運営していた。それ以前は、コネクスの子会社アルピナ、バーとホムブルクが、市から委託され運営していた。トランスデブと解消した。 この会社は2016年1月1日から1年更新で再び本市の市バスを運営している。市バスの他に8本の地方バス路線が本市と趣味店、バイルロート、グレーベンビースバッハ、フリードリヒスドルフ、カルベン、バートフィルベル、バイルミュンスター、バイルブルク、クローンベルク、ケーニヒシュタインと結んでいる。1995年以降、ての交通路線は ラインマイン交通連合に加盟している。1900年頃の路面電車が走るバートホームブルク百8 9 9年から1935年まで、この街には路面電車が通っていた。タウノスのローマ時代のカストラであるザールブルク城への路線である1900年開通のザールブルク線も含まれていた。1九百十年から百六十二年までフランクフルトローカル鉄道が フランクフルトからルイーゼン通り沿いにマルクトまで、その後現在の旧市庁舎である旧駅まで運行していた。この路線は1971年12月19日以降、U2 号線としてゴンツェンハイムまで運行している。2016年現在、バートホムブルク駅までの自然路線を復活させる計画の承認プロセスが進行している。バートホムブルクを経由して、 スポーツセンターノルトベストまでのユーバーミア、ザールブルクを経由して、ヒンタータウンズに至る路線の延伸、通行量過重の連邦道 B456 号線を利用する通勤客に対して、通勤形態の変化を促すような、近郊旅客交通の提供といった議論は、2016年、現在進行していない。バートホムブルクは、フランクフルトとウージンガーラントとを結ぶ街道である、 ザールブルクパスの麓に位置している。現在はここを4車線の連邦道 B456 号線が通っている。バーとホームブルクのペータープノイ交差点についてトンネルを通して日中の渋滞を解消する改造については政治的議論が大いになされている。バーとホームブルクは3つのインターチェンジでアウトバーン A661 号線と結ばれている。 バートホムブルクジャンクションは A661 号線と A5 号線とが交差するジャンクションである。この他にバートホムブルクは2003年から2014年までラインマイン地方向けのローカルテレビであるラインマイン TV の所在地であった。バートホムブルクフォア、デアヘイエク裁判所バートホムブルクは以下の役所、裁判所、公共機関の所在地である。 カイゼリン・フリードリヒ・コール・ギムナジウム・フンボルト・シューレ、ギムナジウム・アッカディス国際学校、バート・ホムブルク基礎家庭学校上級学校大学、その他の学校1997年から2年ごとに、クアパルクで、世評の高い現代彫刻家の作品展示がなされ、ブリック・ア・ハゼンという名称の奨励賞コンテストが行われる。このに1989年から、 フリードリヒ・ヘル・ダーリンの命日前日にあたる毎年6月6日にバート・ホムブルク氏はフリードリヒ・ヘル・ダーリン賞の奨励賞を授与している。1995年から2年ごとに世界的に有名な音楽家を招いた国際オルガンフェスティバルフガートが開催され奨励賞が授与される。この他に1935年から毎年9月の第1週末に バートホームブルクランタンフェストが開催されている。バートホームブルクテニスクラブバートホームブルクゴルフ、クラブバートホームブルクのゼーダムバートレジャープールと、温泉、バートホームブルクには2つの有名なレジャープールがある、ゼーダムバートとタウヌスイコールテルメである。ゼーダムバートは、市営の体験、レジャープールである。屋内では、日光浴やサウナの他に、50メートルのスポーツプール、立ち泳ぎ用プール、 渦巻きプール、子供用プールや、ウォータースライダーを年中利用することができる。税ガムバートで特殊なのは、冒険プールと呼ばれるプールである。このプールには、バッサーピルツ、噴霧器、水流マッサージ、ウォーターシュート、メリーゴーランド、トンネル、流れる水路があり、その一部は、気候の良い時には開くガラスドームの下にある。ドームが開くと、このプールは、 大きな屋外プールの一部となる。屋外プールとしては、三つの水泳用プール、飛び込み台、子供用プール、児童遊戯広場、大きな日光浴用芝生広場がある。入場料に対して市が多額の助成金を出していることもこのプールの人気拡大に貢献している。タウヌスイコールテルメは、ゼーダムバートのすぐ向かい側にあたるクアパルクの橋に位置している。この民営プールは、 サウナや日光浴室の他に医療目的の様々な水泳プール、レストランにスクリーンの映画館を備えている。駅と市役所とを結ぶ彫刻の並木道は旧連邦夫妻管理局庁舎、現在の技術系視聴者近くの緑地で著名な芸術家による彫刻作品が並べられている。アルフレート・ヘルハウゼン記念碑、バート・ホムブルク城周辺には バート・ホムブルク上巻庭園が広がっている。この庭園は、イギリス庭園をモデルとした景観庭園であり、ゴシックハウスにまで至るバート・ホムブルク紅白庭園の一部である。クワパルクには、フリードリヒ・ヘルダーリン、ベーター・ヨセフ・レンネ、ビルヘルム・フィルヒナー、マクシミリアン・ビルヒャーベンナー、皇帝・ビルヘルム1世、ビルヘルム2世、フリードリヒ3世、ビクトリア皇后の記念碑がある。 エリーザベト通りの記念碑は1938年11月の排斥運動によって破壊された1864年建造の新シナゴーグと1942年に国外追放されたバート・ホムブルクのユダヤ人を記念したものである。森林庭園には自然文化財のヨーロッパブナクラウス・ボイム・ヒエンがある。現在の若木は1966年の嵐で、 倒れた木の代わりに植えられたものである。同じく自然文化財のラーベンシュタイン岩石群はキルドルフ近郊に存在する。キルドルフとバート・ホムブルクとの境界付近にはグルケンシュタインがある。1875年にバイゼンハウス広場に1870、71年の戦没者記念碑が建立された。タウヌスイコールテルメとゼーダムバートとの間に ここで殺害されたアルフレート・ヘルハウゼンを記念して3本の玄武岩の石柱が建てられた。市の中心部から約7キロメートル北西に高さ591メートルのヘルツベルクがある。ここには展望塔が建っている。この地に住んだウルズラ・リュットが書いた小説イン・ソチェー・メンシュは1955年にジルハー・シュタインベルク出版から刊行された。著者のオット・バルターは 町の刑事警察署長であった。リュットは、著書の中で、地名こそ明示していないが、市議会や自治体の行い、町での生活について滑車している。リュットは実在の人物を奏で利用して、縁故主義、腐敗、不義、同性愛の災いに満ちた混合物と強調した。地方紙屋のディーター・メッツは、この本の観光によって、影響を受けた人たちにとっては耐え難い日常。 であったと記している。約300ページのこの小説はかなり物議を醸し、1955年から1958年まで3つの裁判の中心となり、時には差し押さえられもした。著者は名誉毀損や誹謗中傷罪で訴えられ、後に無罪となったものの、著書の刊行を取りやめた。リュット夫妻は2002年に、その数年前から暮らしていたプロバンスで亡くなった。 死亡の状況については、よくわかっていない。フリードリヒ2世記念碑、フリードリヒヘルダーリンこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。